はい、どうも皆さん、バルチズミクラファームに所属している黒と申します。ということで、夜回り3真のエンディングを見に行こうと思います。前回は屋上に行ってお姉さんを助けるはずが、今の君では助けられないよと、はい、本当の思い出をきちんと思い出して私のところに来てということで、前回のやつはなんとバッドエンドだったらしいですね。全然わからずにあのまんま帰ってきて一生思い出を延々と見てたんですけど、マジでわかんなくて、ちょこっと調べたら今までそのやってきたプレイの中に伏線がいくつか描かれていると、それの伏線を回収していっていかないと思い出がきちんと本当の思い出にならないらしいですね。ということで、どういう風にするのは分かってるんだけど、どこのやつか分かんないから調べるか。うん、そうしよう動画の尺的にちょっと調べます。はい、まず一つ目は透明なビー玉らしいです。はい、行こう。これだ。はい、ということで透明なビー玉の思い出にやってきました。で、この先に黒いもやがあるらしい。これだ。これを懐中電灯長押してつく。おお、消えた。あ、すみません、びっくりした。嘘、こんなところで会えるなんて。え、あ、もしかして私のこと覚えてない？そっか、君はもっと小さかった頃だったしね。あ、猫を見かけませんでしたか？猫？そうです。え、いないはずだけど。猫って、もしかして白くてふわふわの？なんで知ってるの？何？私は君をよく知ってるよ。何？何？どういうこと？私、君は探してたんだ。君に会えてとても嬉しいよ。おお、というのが本当のまず1個目の思い出らしい。そうだ、思い出した。おお、すごい鳥肌立ってきた。私はあの日お姉さんに声をかけた。それからあの後、お姉さんと、これは正しい思い出かも。もっと思い出さないと。はい、本来はあそこ行けなくって、麦が来ちゃうんだよね。そう、麦が来ちゃって戻ってっちゃって、お姉さんに話しかけることはなかったんだけど、あの黒いもやを取ることで話しかけることができたと。おお、すごい。じゃあ次、潰れた折りたたみ傘。はい、行こう。はい、ということでやってきました。あ、もういるね。で、お姉さんが行っちゃって。で、本来だったらここで触るんだけど、触らずに懐中電灯をつけて照らして、この黒いもやを取ると。全然つかないんだけど。押してなかったわ。押してなかったわ。ついた。で、消すことができると。で、見る。見慣れないものが貼ってある。写真だ。何これ、空に何かが。変な空でしょ？どこで撮ったんだろうね。お姉さんに話しかけられるんだ。おお。これ、私のお母さんが撮った写真なの。あ、そうなの？私はこれを探した。この
ごめん、これを探しにこの町へ来たんだよ。だから屋上に行ったんだ。お母さんの写真、お母さんが写真家だったのかな。だから自分も写真家ってことなのかな。なのかただ単にその写真を撮りに行けただけなのかな。あのビルの屋上は同じ写真が撮れなかったんだけどね。君はどうしてあんなところに？私は麦を追いかけてて。麦は白い猫なんだよね。それってこの写真の猫で間違いないかな？この写真、私と麦が写ってる。私のお母さんが撮ったものだよ。おい、その写真見せろ。見てみたいぞ、その写真。俺を撮った時のこと、何か覚えてない？覚えてなさそうな雰囲気だね。そっか。ごめんなさい、思い出せなくて。優しいお姉さん。いいよ、気にしないで。めちゃ優しい。いろいろ聞いたお詫びに、ジュースをおごってあげる。100円玉が2枚？君は好きなものを買っておいで。ついでに私の分もね、サイダーがいいな。君と私の分だよ。よろしくね。おー、あの、一部赤文字だったよね。ついでに私の分もね、サイダーがいいなっていうのは、サイダーを買ってこいってことなのかな。あの日、お姉さんは変な空が写った写真について教えてくれた。お姉さんは私も麦も知ってるみたいだった。それから約束をしたんだ。多分これは正しい思い出。もっと思い出さないと。オッケー。これ二つ、あといくつあるのか知らないんでね。クローバーのしおり、これだ。おお、すごい、青くなってる。本当の思い出を見ると青くなるんだね。はい、来ました。で、本来だったらあそこのウォークマンを取りに行っちゃうと違う思い出なんだけど、ここの自販機のもやを懐中電灯で照らして消す。はい。おお。はい。ジュースを買わないと。お茶にする。違うのにする。違うのにします。オレンジにする。違うの。水にする？違う。サイダーにする。はい、サイダーにします。あれ、じゃああのベンチでポイって投げたのは確かにサイダーの缶だったよね。で、やっぱ隣にお姉さんはいたんだ。で、お茶でいいのかな。なんでもいいのか。好きなのを買えばよかったのか。オレンジでもよかった。じゃあオレンジによかったな。もうお金がない、ごめん。あ、いる、あ、いる。買ってきてくれた？うんうん。ちゃんとサイダー買ってきたよ。あ、サイダー買ったよ。ごめんね。ありがとう。ごめんね、ありがとうっておかしいね。ねえ、お姉さんはお母さんを探してるの？そうだね。ほら、こっち座りなよ。私のお母さん、急にいなくなっちゃったんだ。1年くらい前にね。そうなんだ。もし過去に戻れたらってよく考える。でも過去はもうわからないから。あ、変わらないから。母さんのこと何かわかればと思ってね。
ごめんなさい。私役に立ってなくて。いや、気にしないで。優しいお姉さん。逃げた私の写真、いつ撮ってもらったんだろう。ねえ、思い出す時のコツ教えてあげようか。思い出した風景にわーっと霧がかかるようなことってない？そういう時はこの霧の中に立ち止まって目を閉じてみるんだ。目を閉じる？しばらくそうするといいよ。わかった。やってみるね。まあそのうち思い出せたら私に教えてよ。今回はもう日が暮れちゃう。家に帰るだけ、ああごめん、家に帰るでしょ。送ってあげようか。ピコーンじゃないの。あ、私は学校と、あ、友達、学校とってなんだ。私は友達と学校に行く約束してるから。こんな時間から学校へ？うんうん。肝試しをするんだ。ねえ。私も学校入れてよ。なんで赤文字なんだそれ。怖い。何？どういうこと？え、でも夜は学校に誰か入れちゃダメだって。君は入っちゃうのに？あの写真の空は学校の屋上かもしれないんだ。学校の先生だったのかな、じゃあ。それってお姉さんのお母さんの写真の？それが見つかったら試してみたいことがあるの。じゃあこうしよう。この缶を投げて、あのゴミ箱に入ったら、私を学校に入れてね。どう？わかった。いいよ。約束ね。よっしゃ。見てて。わあ、見えない。見せないんだ、そこ。あ、私の勝ち。約束守ってね。ってことは入ったんだ。そうだ、思い出した。一緒にジュースを飲んだ後にお姉さんから思い出すコツを聞いたんだ。それから学校に入れる約束をした。私は学校でどうしたんだっけ。でもこれは多分正しい思い出だ。もっと思い出さないと。まだあるんだね。まだあるんだね。クローバーのしおりやった。次、誰かに宛てた手紙。はい。あ、これまさか、右側全部そうなのかな？めっちゃ明るい懐中電灯。で、この先にそ、なんかね、その、これを撮った後だったか撮る前だかにガシャガシャ言ってるんだよね。違うのかな。なんだろう。親が出てくるな。目つぶるとか。あ、ほほほ。おお、そうか、さっき言っとったわ、お姉さん、あの自販機のところで。思い出せそうな記憶は、霧の中に入って目をつぶれつってたわ。なるほどね。霧ってことか、もやじゃなくて。うわー、わかんねえよ、そこ。もうちょっと霧っぽくしてくれたらわかりやすかったかもね。小学校なんて久しぶりに入った。お姉さんは怖くないの？
私は大丈夫だけど、君は？私はダメかも。怖い時、声が出なくなるから。だからあの時声をかけないってなったんだ。声をかけるっていうのが消されてたんだよ、選択肢で。そのバッドエンドというか、まだこれに行く前の時は声をかけるっていうのが消されてて、声をかけないが選択肢がなかったんだ。でドクドクしてて腰が抜けちゃってたから怖くて声出せなかったってことか。そんなんで言って大丈夫？本当にお化けに会ったらどうするの？怖かったり辛かったりして声が出ないような時、勇気を出せるおまんじないを教えてあげるよ。目を閉じてイメージするんだ。さあ、目を閉じて。君の手の中には小さな鈴がある。手の中のそれを振ると綺麗な音がするはずだ。さあ、手の中の鈴を振ってみて。お、来た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 。今そのコントローラーこう振ってる、一生懸命。すっげー振ってる。どう、音は聞こえた？お、めっちゃ聞こえてるよ。え？おお、すごい。振り続けろってことね。で、聞こえたよってなるんだ。勇気が出ないとき、英才になりたいときのおまじない、覚えておいて。さあ、ほら、友達が待ってるんでしょ。そろそろ行った方がいいんじゃない。そうだ、はしごを持っていかないと。ありがとう、私行くね。あまり怖くないといいね。気をつけて行っておいで。お姉さんに話しかけられる。私、あ、さて、私は確認しなきゃいけないことがあるんだ。ここからは友達と行っておいで。はい、ということで屋上に来ました。この先でお姉さんがいるんだよね。ここで目つぶって鈴鳴らすとか。そんなことじゃない。こんなところに。で、目つぶって鈴を鳴らす。おお。で、声をかける選択肢が出ると。お姉さん。あ、君。お姉さん、危ないよ。君、上を見ちゃダメだよ。ここが森の入り口。すっげえ鳥肌立ってる、すっげえ鳥肌立ってる。何するの？まず、空を見上げて。あれを見る。頭の中に、呼び鈴が鳴ったら。お姉さん、なるほどね。はいはい、学校にお姉さんを入れてあげた。それから肝試しをして、麦を追って、っていった屋上でお姉さんと会って話したと。そしてお姉さんが屋上から飛び降りて。なるほどね。おお、すごい。汚れた絆創膏だって。どれ？あ、やっぱ右側は全部そうなのかな。あれ、しかもなんか真ん中の、え、ちょっと変わってない？気のせいかな。
で、お化けが近づいてくる。ね、ね、聞こえる？はい。振って振って。振って鈴鳴らして。よし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 。開けます。ああ、お姉さんなんだ。いや、驚いた。まったく、あの子たちなんてことを言うんだ。本当だよね、とんでもない奴らだよ、二人だよな。それを信用する、ま、周りも周りだよね。あの状況ね。ごめんね、心配させたね。姉さん、無事だったんだね。無事なのかな、どうなんだろう。ああ、そうだ、君に見てもらいたいものがあって、撮れた写真、ぜひ買ってる。この鈴、これ麦の鈴と同じ。やっぱりそうだよね。あとは麦の居場所に。あれ、どうしたの。何、あの日、私たちはどこに？さっきまで覚えていたはずなのに、頭に霧がかかったみたいに、これが呪いなの？お姉さん大丈夫？ごめん、鈴を。さっきの鈴を鳴らして、呪いが収まるはず。早く、早く、その、ちょっと後ろに転がってる鈴拾って。鳴らせたのかな？お姉さんを探して屋上から降りてきた後、私へのいじめが始まった。でもお姉さんが助けてくれたんだ。それから麦の鈴の話になって、でもなんで麦と同じ鈴をお姉さんは持っていたんだろう。その後お姉さんが苦しみ出して、この後どうなったか思い出さなくちゃ。